上空には厚い雲、雨も降ったりやんだりを繰り返しています。しかし今日はそんな中でひたすらに夢とボールを追いかけるサッカー少年たちの姿をお送りします。これからの時間は第33回全日本少年サッカー大会大分県大会決勝の模様をここ由布市の由布院スポーツセンターからお伝えします。決勝まで駒を進めたのはこの2チーム。チーム創立5年目、初の決勝進出、全国大会出場を狙うスマイスセレソン、2年ぶりの決勝進出、3度目の全国を狙う大分トリニータジュニアです。放送まずはスマイスセレソンです。システムは 4-4-2、 ゴールキーパー1番の中野光、フォーバックです2番武藤匠、3番姫野雄一、11番遠藤慎吾、17番中村日向、ボランチに10番の高野かける、7番日野田直也、左サイド8番前原優也、右サイドに14番の白石健、2トップです9番の北野誠也、そして13番の小手川優希となっています。控えのメンバーです。ご覧のようになっています。システムは 4-5-1、 ゴールキーパー1番大石誠也、12番袖野高樹、3番平林和樹、4番吉平翼、2番朝原直也、ボランチが5番の吉平俊、吉平俊と吉平翼は双子の兄弟です。7番山本るき、そして6番野尻陸夫、10番佐藤亮、9番酒井新馬、11番渡辺隆也です。控えのメンバーです。ご覧のようになっています。監督はコーチを務めた後監督に就任、今年2年目となりますリシャルドさんです。さあこの決勝戦を制し全国への切符を手にするのはどちらのチームでしょうか。この後キックオフです。平田、さあカウンターといきたいところです。しかしここ遠藤がボールを奪いました。さあそして右サイドから小手川へ、さあシュートあったゴール、13番小手川勇気、スマイスセレソン先制。ご覧くださいこのシーン、ゴールキーパーをかわして、そして落ち着いてシュートを決めました。さあもうロスタイム、あまり時間がありません。大分トリニータ、このチャンスをなんとかものにしたい。さあゴール前にはほとんどの選手が集まっています。キッカーは5番の吉平、多分最後でしょうね。さあこれはラストプレーになるのではないでしょうか。さあ吉良がゴール前に入れていく、大きいボール直接狙ったか、シュートゴール、どうですか、オフサイドシュートゴール決まった、ね、追いつきましたね。おいったトリニータジュニア同点に追いついた。まさに試合終了間際、これは吉平のフリーキックから、いやキーパーが弾いたのを押し込んだんですかね。いやまさにラストプレーかと話していたところで同点に土壇場で追いつきました大分トリニータジュニアです。ここで後半終了のホイッスル、スマイスセレソンが勝利をつかみかけましたが、大分トリニータが土壇場で意地を見せ1対1の同点、ゲームは延長戦にもつれ込みます。力の限り戦った両チームの選手たち、勝負の行方は前半5分、後半5分の延長戦へ持ち越されました。積極的にゴールを狙う選手たち、しかし得点することはできず、この延長戦でも決着はつきませんでした。結末はついに PK 戦へ。大分トリニータジュニア、キッカーは7番の山本です。1人目、防ぎました、スマイスセレソンのゴールキーパー中野、ここは中野セーブしました。いやーやはり山本にとってもやっぱ緊張しますよね。そうですね、やっぱね、あのね、はい、外したらいけないというのがあるんでですね、あんまり狙えないんですよね。そうですよね、キーパー、でもキーパーナイスキーパーですね。はい、
9番北野です。落ち着いて決めました。ゴール左隅、スマイス1人目北野が決めました。そして大分トリニータ2人目の選手です。4番吉平翼です。決めました。スマイスセレソン2人目白石です。ここも決めています。プレッシャーかかってると思いますが落ち着いてますね。そうですね、はい、両方ともねしっかりサイドネットに入ってますからね。そうですよね。さあそして大分トリニータは9番の酒井副キャプテンです。大分トリニータ3人目見守る監督そしてベンチの選手たち願いを届け、決めました。さあここでスマイスセレソンは3人目3番の姫野です。この姫野も体格のいい中心選手、パワーもあります。ゴールネットを揺らしました。ガッツポーズ、いやーいい笑顔ですね。そうですね、サイドネットですから、まあ、キーパーも多分取れないと思うんですよね、はい、キックはいいですね。3人目まで終えてスマイスセレソンは全員成功、そしてトリニータは一度失敗しています。大分トリニータジュニア4人目です。13番平田です。ここは決めました。低いボール、さあここで勝負です。スマイスは8番の前原ですね。さあ大分トリニータジュニアの大石誠也、止めることができるか、はたまた前原が決めるか。決めました。スマイス4人目成功です。さあ大分トリニータ5人目はキャプテンですね、キャプテンの佐藤亮。ここは失敗するわけにはいきません。あった、外してしまった。キャプテンの佐藤のキックはポストに弾かれてしまいました。ありがとうございます。